演習をやりましょう。一番三角形 ABC の辺、各辺をですね、同じ日に内分する点、PQR を取ったときに、三角形 ABC の重心と三角形 PQR の重心が一致する。驚くべき事実、これを証明するわけでありますが、ベクトルを使うと一瞬にしてできるいうことです、ね。 この問題ではそのヒントとして、えー、ベクトルを使えと言わんばかりに、えー、3点 ABC の1ベクトルが small A, small B, small C で与えられるふうに与えられています。この small ABC、これを用いて、えー、三角形 ABC の重心の1ベクトル、えー、そして三角形 PQR の重心の1ベクトル、それをそれぞれ表して、それが同じものであると、こう証明すればいいわけですね。PQR という3点の1ベクトルを をまとめるという作業が最初のステップであります。2番は、えー、直線平行四辺形 OACB において、まあ、D とか E とかっていう点を変上に取りまして、BD と C という二直線の交点。 を F とするでまあその F という点がどういう点であるかベクトルを使って計算的に求めなさいこういう問題であります。これはベクトルの最も基本的な応用問題であります。すでに私たちがやってきた問題でもこういう問題を取り上げてありますのでこれについて皆さんがやること難しくないはずです。これ2点 AB を直径の両端とする円のベクトル方程式。 これを考えろということでありますが、この答えがもう与えられているわけでありますから、それを証明さえすればいいわけですね。一番簡単なのは、この図を考えまして、点 P がこの円周上にある。そして三角形 ABP ができる。こういう場合、考えますねちょ。三角形ができるということは、要するに点 P が AB 以外のところにあるということです。 その時には、角 P が直角の直角三角形ができているわけでありますから、A から P に向かうベクトルと B から P に向かうベクトルが直行するわけです。内積が0なんですね。A から P に向かうベクトル、それが small p-small a と表される。同じように B から P に向かうベクトル、これが small p-small b。 で、それらの内積が0というのが21行目の式ですねで。あと考えなければいけないのは点 P が A または B に一致して三角形ができない場合であります。こういうふうにすればこの問題を解くことはたやすいことですね。しかしこの問題はもう少し高級な解き方もあります。でその高級な解き方もぜひマスターしていただきたいので、えー、少し解説しますが、それはですね、この21行目のベクトル方程式。 これが8行目に与えた円のベクトル方程式の形に変形できるということを示す方法です。でどういうふうにするかというと、21行目の式、P-A と P-B の内積イコール0という式のこの左辺、これを内積に関して展開します。えー、ベクトル P とベクトル P の内積、えー、ベクトル P の事情とこう書く代わりに、ベクトル P の大きさの事情って言いますね。 そして、マイナスベクトル A とベクトル P の内積、マイナスベクトル B とベクトル P の内積、プラスベクトル A とベクトル B の内積。こういうふうに左辺は展開されるわけであります。で、こういうふうにこう展開したときに、この展開した式に対して、いわゆる平方完成と呼ばれるテクニックと同じテクニックをここに、 使うわけですね。で、しかしまあ内積でありますから、一応内積であるということを意識しながら計算しなければいけない。あるいは内積であるということを、ちゃんと分かっているということ。まあ、ベクトルの記号を忘れないとか、内積の記号を忘れないとか、事情っていうのを書くときに必ず大きさのマークを書くとか、そういうこと、違いはまああるとしても、本質的には普通の、 式、二次式の平方完成の式と同じなんですね。で、今私はあえて内積とかベクトルの大きさっていう言葉を使わずに皆さんに、えー、この方平方完成の式を言いましょう、えー。皆さんどっかにちょっとメモしてください。この余白では足りないと思います。紙を用意してください。P の事情、マイナス、カッコ開いて A プラス B、カッコ閉じて P、えー、プラス AB ですね。 p についての二次式、あるいは二,二次関数の形ですね。で、これを平方完成します。で、そうすると、カッコ、p マイナス、分母が2、分子が a プラス b の分数。で、それ、括弧カッコ閉じて、次乗。マイナス、四分の一、カッコ開いて、a プラス b カッコ閉じるの次乗。プラス、ab。 こういうふうに平方完成されるわけでありますね。後ろの定数項に相当する部分、さらに、マイナス4分の1カッコ A プラス B カッコ閉じるの次乗プラス AB っていうのは全部計算すると、マイナス4分の1カッコ開いて A マイナス B カッコ閉じるの次乗こういうふうに変形することができます。その全体がイコールゼロというわけですから、定数項の部分を右辺に移行してやりますと、 p マイナス、まあ、カッコ開いて p、p マイナス2分の a プラス b の事情、カッコ閉じるの事情、イコール、4分の1、カッコ開いて a、a マイナス b カッコ閉じるの事情、こういう式になるわけですね。で、えー、事情事情ということですから、えー、両辺もう少し計算すると、結局 p、p マイナス2分の、えー、分子が a プラス b、それイコール、 かそれがイコールですね。二分の1、2かっこ開いて、A、a-b と。まあ、こういうふうに変形できるということになります。もちろん、あの、二次式、え二乗の式を解くときに、プラスマイナスって普通は考えなければなりません。で、そもそも私たちが考えているのは、ベクトルについての議論でありますから、以上の議論に対応するものを、ベクトルできちっと表現しなければいけないわけですが、ここで出てきた、分母が2、 分子が A プラス B。それが、実は、それを C と置いてやりますと、えー、まさに今考えた P マイナス C の大きさ。それがですね、2分の A マイナス B の大きさ。つまり、8行目の式になると、ということです。A プラス B の2分の1っていうのは、 A と B の中点。つまり A と B の中点を中心とし、半径が線分 AB の半分である。そういう円の方程式が出るということですねで。ベクトルの計算でありますから、先ほどのように単にカッコなんていうふうにするわけにはいかないわけでありまして、そのところはベクトルの大きさの事情とか、そういうふうにやっていかなければなりません。 でしかし、えー、計算の筋道そのものはですね、普通の式の展開とほとんど変わらないと,ということであります。で、さらに、えー、21行目の結果、えー、これをですね、A, B, c P というベクトル、これを成分で表現することにする。あるいは、3点、Large A, Large B, Large P の座標をきちっと書くというやり方で表現し直してやるとどうなるか。 例えば A の方、点ラージ A の座標が A1、A2。それから点 B の座標が B1、B2。そしてその点 P の座標が XY。こういうふうにして、21行目の式。これ成分で書いてありますね。そうすると、ベクトル P マイナスベクトル A と、ベクトル P マイナスベクトル B。 それぞれこう成分で表現することができます。そして、その内積が0という式から次の式が出てくるわけです。すなわち、カッコを開いて、X、x-a1、カッコ閉じて、またカッコを開いて、X、x-b1、カッコ閉じる。プラス、カッコを開いて、y、y-a2、カッコ閉じて、カッコまた開いて、y、y-b2、カッコ閉じる。イコール0。 ですね、これが点 A1A2B1B2 を直径の両端とする円の方程式であるというわけです。でこれをですね、ベクトルを使わずにこの公式を導こうと思うと、なかなかタフな計算が必要なのですが、ベクトルを使って21行目のように捉えるならば、一瞬にしてわかるということです。